史上最悪の実験って言われてるのがあって、皇帝が疑問に思って実験をするわけです。その実験終わらないうちに全員亡くなりました。じゃあどういう風にするのがダメなのか、具体的な数字とかがなかなか目につくところになかったり、情報として出会えなかったりするわけです。1秒に何回揺らしたらリスクなのかとか、こんにちは、ねんねママです。今回は人生時にやってはいけないことというテーマでお話をしていきたいと思います。皆さん毎日の育児本当にお疲れ様です。慣れない育児すごく大変ですよね。今妊娠中でね、これから出産に向かわれる方はいろいろ育児ってどんな感じなんだろう、大変なこといっぱいあるんだろうなと不安もたくさんあるんじゃないかなと思います。まずはね、毎日お腹の中でお子さん育てていること、生まれている方は目の前でお子さん育てていること、元気でいるっていうことが大変に素晴らしいことなので、気合い入れすぎず、まずはね、自分って頑張ってるなっていう風に認めてほしいなと思います。育児が始まると右も左もわからないじゃないですか。でも目の前に世界一大切な赤ちゃんがいて、この子を絶対に守りたいと思っていて、だけどどうやってやるのが守れることにつながるのか、何が正しくて何が間違ってるのかわからなくて悩んでしまうっていうことありませんか？世の中調べるといろんな情報出てるじゃないですか。これをやってはいけないとかね、まあこの動画とかもそうではあるんですけれども、これをやっちゃいけないとか、こうしない方がいいみたいな玉石混合、いろいろな情報があって、一体何が本当なのか、何を本当にしてはいけなくて、何がそうした方がいいよみたいなことなのかが分からなくなるじゃないですか。どうしてもダメなことの名前だけが一人歩きしちゃって、例えばゆさゆさすると揺さぶられっ子症候群っていうのになりますと、そういう情報は調べると当たるじゃないですか。それってじゃあゆさゆさって縦抱きもダメなんですかって聞かれたことあるんですよ。こうやってこうやってやるのもダメなんですか聞かれることあるじゃない。普通に寝かせようと思ってあやしてたらこういう風に抱くことってあるじゃないですか。これもダメなんですかって言われたら、もうどうしたらいいの、これじゃ抱きようもないんですけど、首こうやってやってるんですけどダメなんですかねとかって思うことありますよね。そういうのがじゃあどういう風にするのがダメなのか、具体的な数字とかがなかなか目につくところになかったり、情報として出会えなかったりするわけです。1秒に何回揺らしたらリスクなのかとかね、そういうのがなかなか情報に出会えなかったりする。ベターとマストの区分も不明確で、こうした方がいいんですよっていう話と、絶対にダメっていうものと両方あるわけですよね。それも曖昧に書かれてたりとかするから難しくなっちゃったりとかするというわけで、あんまりね本詰めで深くやりすぎるとやっぱ産後うつになっちゃうし、逆にねまあ大丈夫っしょとかっていう風に思いすぎると命の危険につながることって本当に絶対ダメなこととかはなるわけですから、そこの理由も含めてダメと言われてることの項目だし、とそれぞれがなぜなのかっていうことも含めて、それを理解できるように、あこうだからダメなんだとか、あこうだったらじゃあこのぐらいまでは OK なので、これはやっていいんだ、そういうことが分かるようにこの動画の中で皆さんになるべく優しい言葉で解説していきたいと思います。最後まで見て皆さんの日々の育児の参考にしていただければと思います。では一つ目ですね、一晩中授乳しないということです。新生児ちゃん1ヶ月ぐらいの時は、もし赤ちゃんが寝てしまっていたとしても起こして飲ませるっていうことが大事になってきます。なぜかというと、2、3ヶ月ぐらいになってくるとしっかり胃袋成長してきて、本当にしっかり飲める子は2ヶ月ぐらいになると朝まで寝ちゃったりとかするんですよ。ところが新生児1ヶ月とかでそういうことをすると、必要な量が飲みきれなくって体重が増えなくなっちゃったりとか、そういうリスクがあるんですね。新生児1ヶ月ぐらいのお子さんだと結構あるのが、飲むの忘れて寝ちゃってるみたいな、起きて飲まなきゃいけないのにもその刺激をなんとなく自分の中で気づけなくて寝ちゃってるみたいな状態になって、気づいたら具合が悪いとかっていうことも起こる可能性はあるので、しめしめよく寝てるって思うこともあるかもしれないですけど、3、4時間ぐらい経っててなんか起きてこないなと思ったら起こして飲ませてあげるっていうことも大事になってきます。さらには母乳でやられてる方の場合は、新生児期にしっかり夜に頻回に飲ませておくこと、胸に刺激気を入れておくことっていうのが母乳を軌道に乗せるためにもすごく大事になってくるんですね。そういう意味でも夜中起こして頑張って飲ませるっていうことも大事になってきます。もちろんそんなことしなくたって起きてくる子っていうのも全然たくさんいると思うんですけど、もし寝ちゃうようなお子さんだったらしっかり起こして飲ませてあげるっていうのも大事になります。続いて2つ目、うつ伏せで寝かせるというのもやってはいけないことです。これも昔はうつ伏せで寝かせると頭の形が良くなる、こういう風にね仰向けに寝かせてるとここが絶壁になっちゃうから、こういう風にうつ伏せに寝かせる時間を取ってあげた方が頭の形が良くなるよなんていうことを言われたりとかしていた時代もあったんですけれども、そうするとですね、窒息と乳幼児突然死症候群のリスクが上がってしまいます。アメリカの小児科学会からも仰向けにしましょうという発表もされています。
ますし、実際にそういうキャンペーンをやったことで乳幼児突然症候群が減ったというデータもあるというようなものなので、うつ伏せには寝かせないということになります。ただしうつ伏せに絶対しちゃいけないということではなくて、仮眠タイムって言ってこううつ伏せにしてうつ伏せ遊びをする、ちょっとね首座ってないお子さんでもうーって言ってちょっと短い時間ずつうつ伏せにして遊ぶというのは退院後すぐからぜひぜひやってくださいねというのはアメリカの小児科学会のガイドラインから出ているので、短い時間からちょっとこううつ伏せにしてみるっていう時間は目の前で起きてる時にねこうやってやってあげるのは大事なんですけど、これで寝かせないということですね。続いて縦に抱いて激しく前後に揺らすというのもやってはいけないです。これが先ほどお話しした揺さぶられっ子症候群の話につながるんですけれども、具体的には1秒間に 3,4 回以上こんな感じです。こんな感じ、この顎が胸についちゃうぐらいこうやって、ごめんね、通常しないと思うんですけれども、普通にこう見かけたらやばって思うぐらいの揺らし方です。こうやって揺らすことがまずいってことじゃないんですよ。こうやってやることは全然 OK で、だけどさっきみたいにこうやって揺らすっていうのが頭蓋骨内の出血が起こっちゃう、こういう風に揺れることによって出血が起こって意識障害だったりとか嘔吐を繰り返したりとか痙攣したり視力障害とかそういうことにつながる可能性があるので、今みたいな揺らし方はしないというのが揺さぶられっ子症候群を防ぐためには大事です。続いて柔らかい寝床に放置するというのもやってはいけないことです。よくあるのが枕みたいな柔らかいクッション性のもののところに赤ちゃんを置くと安心してよく寝てくれるよなんていうことはよく言われたりします。実際囲まれてる方が安心はするのでよく寝てくれるってことは確かなんですけれども、ビーズクッションとかそういうのもそうですし、だけどああいうのってひっくり返ってしまった時が危ないんですね。もしひっくり返ってしまった時にもう顔埋まって動けなくなっちゃったりとか、周りをクッションのようなもので囲まれてるベッドみたいなものも万が一そのクッションのとこに顔がブンって下向きに行っちゃったりとかすると窒息の要因になりかねないんですよ。なので基本的にはそういうところに寝かせないという方がいいと私は思います。ただ横についている場合、例えば親が横にこうやって座ってて、ここにクッション性のベッドみたいなところにポンと置いてある分には本でも読みながらこうやって見てられる限りはいいと思うんですけど、クッションみたいなの大きいのに寝かせて横にこうやってやってて自分もうっかり寝ちゃったみたいになってしまうと本当に危ないので、それは気をつけていただきたいなと思います。5つ目、夏場とか冬場に空調をつけないというのもやってはいけないことになります。地方によってはつけなくても快適ですという場合はつけなくていいというケースもあるかと思います。ただ明らかに大人が暑いと感じるのにエアコンをつけないとか、寒いと感じるのに暖房をつけないとか、それは良くないというふうに考えてください。特に暑いのに冷房をつけないっていうのが危なくて、自分自身の反省としてもすごくあるんですが、実際私が上の子が新生児で病院から退院して連れて帰った時にエアコンつけちゃいけないかなってふと思ったんですよ。体に悪いとかって言うし、うちの子6月生まれなので暑かったんですけど、でもなんかエアコンつけない方がいいのかなと思ってクーラーつけないでいたんですよ。退院した当日です。そしたらすごい具合悪そうにぐったりしていて、なんかこうみたいな意識があるのかないのか、寝てるってわけでもなさそうなんだけど具合が悪そうでみたいな状態になったことがあって、それで結局ね暑かったんですよ。うちはで仰いだりとかクーラーつけたりとかしたらウェーって泣き始めて取り戻したっていうことがあったんですけど、そのぐらい暑すぎるっていうのは危ないです。とは言っても新生児ちゃんは体から熱が逃げやすいので、大人よりはプラス1枚ぐらい着る、大人のように着てタオル1枚巻いとくとか、そのぐらいのイメージではあるんですけれども、それ以上に着せちゃったり温めちゃったり、私みたいに冷房をつけなかったりとか、そういうことをして暑すぎるとしたってぐったりになっちゃうっていうことがあるので、この空調の調節っていうのはぜひ気をつけていただければなと思います。イメージとしては20度から22度ぐらいが快適というふうに言われていますけど、これはちょっと季節によって変わったりとかはするので、季節に合わせて服装に合わせて調節するというのが大事です。6番目、声かけやスキンシップを全くしないというのもなかなかないと思いますけれども、絶対にやってはいけないことです。これはね、史上最悪の実験って言われてるのがあって、聞いたことありますかね。ローマ皇帝のフリードリヒ2世という人がいて、すごく嫌な実験なんですけど、赤ちゃんを50人集めて、言葉を教わらなかったら赤ちゃんってどんな言葉を話すようになるんだろうって言って、皇帝が疑問に思って実験をするわけです。赤ちゃんたちを集めて最低限の身の回りの世話だけさせるんですね。むつ替えとかミルクを飲ませたりとかお風呂の世話とか、生きるために必要なお世話はやるんですけれども、その代わり絶対に笑いかけてはいけない、コミュニケーションしたりとかスキンシップとかそういうのを禁止したんです。それでどうなるかっていう風に実験してたんですけど、実験終わらないうちに全員亡くなりました。
ていうことがありましたので、普通のご家庭においてお世話しかしないで、かわいいねみたいな語りかけとかが全くない、言葉を一切その子の前で発さない、語りかけない、笑顔も見せないってことはほぼありえないと思うんですけれども、絶対にやってはいけないこととしてそういう実験があったというのはあります。そういう風にやった方がいいことは確かなんですけど、逆に言うとニコニコしなきゃとか、もっともっと高い声出してわーとか言わなきゃとかって思いすぎることなく、そこまでやるとやばいんだっていうことを今の実験から知っておいていただければなと思います。逆に気にしなくてもいいポイントっていうのもいっぱいあって、例えばミルクでも育つっていう話ですよね。母乳がベターとかミルクの缶にも書いてありますけれども、ところにわざわざ書いてくれなくてもみたいな感じですけど、書かなきゃいけないからミルクの缶にも書いてあるんですけど、いろんな事情があるし、ミルクでももちろん育ちますよね。私のねんねの専門家という視点で言うと、抱っこで寝かせたってもちろんいいし、おっぱいで寝かせてたってもちろんいいんですよ。これすごい気にされる方も多くて、抱っこで寝かせると自分で一人で寝られないようになるんじゃないか、セルフねんねができるようにしたいんですけど癖がついちゃうんじゃないでしょうかとかっておっしゃる方いるんですけど、大丈夫ですから。自然にね寝るようになるってこともあるし、時が来て寝ないっていうことだったらそこでねんとれとかっていう練習方法もあるし、いろんなタイミングでいろんなできることありますから、そんなに最初から絶対抱っこしちゃいけないなんて焦る必要はたくなくて、存分に抱っこして寝かせてあげていいんです。例えば夜だけ練習していくとか、いろんなやり方ありますから、聞いていただければお伝えしますしね、存分に抱っこしたり、おっぱい飲まして寝かしてあげたりしていいです。それから、沐浴とかも毎日しなきゃいけないんじゃないかとかね、思ったりされる方もいらっしゃるんですけど、毎日しなくたって、なんてことはないので、昨日ちょっと時間なくて入れられなかったってヘペロで全然大丈夫です。あとは家から一歩も出ちゃいけないとかね、そういうことも、新生時期って外出ちゃいけないから、前だね、X で炎上してたんですよ。新生時期なのにお花見に行ったみたいなのが炎上してたんですけど、私もちょっとちゃんとそこの読んでない、どういう状況だったかもわからないんですけど、どうやら家から徒歩5分ぐらいの公園に旅行ったみたいな話っぽいです。それだけ聞くと、家から徒歩5分のところにちょっと行ったぐらいだったらいいんじゃないですかっていう風に私は思います。なんで叩かれたのかって細かいところまでちょっと把握してないんですけど、その事象だけ聞けば、要は海外とかを考えると、こんな日本みたいにね、産後1ヶ月家に引きこもってなさいとかっていう指導はされてなかったりとかしますし、人混みとかに行ってウイルスに触れるっていうことは避けたいという話で、家から一歩も出てはいけないということではないので、すぐそこ徘徊してくるぐらいとかだったらね、いいんじゃないかなっていうふうに思います。ということで、やっちゃいけないことと、巷ではやらない方がいいとか言われてることだけど実は大丈夫なことっていうのがあって、その境界とかなんでなのかっていう理由が分かると、自分の中でも納得して、あ、じゃあこうだから私はこうしようっていう判断ができるようになるんじゃないかなと思って、今日はお話をさせていただきました。このお話が参考になったら、グッドボタン、チャンネル登録をして、年々に役立つ動画とか子育てに役立つ動画出してますので、見ていただけると嬉しいです。そして私の LINE に登録していただくとですね、今ちょっとリニューアル中なんですけれども、月齢別のロードマップ、ねんねと発達のカレンダーとかを全部ね、8大特典ぐらいする予定なんですけど、いろんなものが月齢ごとに送られてきたりとか、ハンドブックみたいな形で見れるようになったりとかするものを今ご準備しておりますので、よかったら私の公式 LINE 概要欄にありますので登録してゲットしていただけるとね、かなりお役に立つんじゃないかなと思います。ぜひ見ていってください。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。ねんねママ。